田辺の奇境岩。昭和初期撮影の絵はがき。田辺の奇境岩は、和歌山県田辺市三古の浜に、かつて存在した国の天然記念物に指定されていた天然橋である。風化による崩落の危険性があることから1983年に撤去されたため、天然記念物の指定が解除された。地質、鉱物の国指定天然記念物では、 唯一の解除事例である。田辺の貴郷岩和歌山下田辺の貴郷岩の位置撤去された田辺の貴郷岩跡を東側から西方向を撮影。2018年9月22日撮影。貴郷岩と呼ばれた天然橋は和歌山県田辺市三子の浜2丁目にある神楽神社境内の西側に隣接した場所にかつて存在し、 橋梁のような気境岩の下を潜るような形で、指導が通じていた。周囲は、家屋の密集する住宅地で、昔は、ククリーはとも呼ばれていた。撤去される前の気境岩は、高さ約12メートル、幅約4メートル、長さ約6メートルの大きなもので、田辺の気境岩の名称で1941年12月13日に、国の天然記念物に指定された。 この一体の地質は、第三期田辺総群と呼ばれるごく新しい砂岩で構成されている。気境岩周辺が、海中にあった、時代、沖合に浮かぶ今日の円月島のように海色によって、穴が開き、それが次第に拡大して大きなものになり、約6000年前の海水の交代や、土地の隆起によって地上に現れ、その後も、風色の影響により、 橋梁状になったと考えられている。この付近は、田辺湾に面した奥義が浜から続く、白車聖章の海岸であったが、今日では、海岸線は埋め立てられて、田辺漁港港浦支所の港湾施設や住宅地が広がっている。卑怯岩に隣接する神楽神社は、当地田辺在住の皆港マグスによる神社合司令反対運動によって、 保全保護された神社の一つであり、境内には、港区間伏陳酒の模発見の池跡の石碑がある。1911年頃、港区間伏が、東京帝国大学の松村勤さんへ送った二通の、書簡の中には、貴境岩のモノクロ写真の絵葉書きが封入されており、絵葉書きの裏面に、貴境岩のスケッチが描かれ、その文中には、この辺絶景の地なりと記されている。 明治後期より絵葉書が,が作られるなど気境岩は田辺の継承地として知られ、1925年に和歌山県の天然記念物に指定され、前述した通り1941年に国の天然記念物に指定された。かつて芋畑が広がっていた気境岩周辺は太平洋戦争終戦後宅地化が進み、天然郷のもは自動車が行き交うアスファルト舗装の指導となり、 1975年頃になると気境岩表面の風化による岩の剥離、落石が目立つようになった。落石や崩落を防ぐため DK ボンド工法による補強工事や落石対策の検討が進められたが、結果的に剥離や落石を制御することはできなかった。気境岩の周囲はすでに住宅が密集する市街地であることなどを鑑み、1983年に 田辺の貴境岩は撤去され、1985年の文部省国字20号により天然記念物の指定が解除された。この場所にかつて国の天然記念物に指定されていた天然郷が存在したことを示すものは撤去した岩の北面下部に埋め込まれた田辺市教育委員会が設置した解説版だけである。ABC 港熊間検証館ホームページ神楽神社 気境岩、日吉神社田辺下津田辺第一小学校。ABC 安藤 P145。田辺大見ヶ浜海水浴場。田辺観光協会2018年10月24日。閲覧。中沢、ピアニッシモ442から443。気境岩田辺町歩きナビ2018年10月24日。閲覧。岩接着 DK ボンド広報社団。 法人全国落石災害防止協会2018年10月24日、閲覧。AB 平成24年白浜町議会第1回、定例会会議 6P62018 年10月24日、閲覧。特別天然記念物、天然記念物を指定する件、宝庫。2018年10月24日閲覧。ありがとうございます。